女優靴磨きの少年、そばかすバージョン。イエーイ。おほほほほほ。ふぅー。走ってて それじゃあ出発するよ。イエーイ、行ってきまーす。かよさんはすげーんだい。もうさ、かよさんはすげーんだい。え、なんと。だい。そういうことね。多分ね。クレッシェンドするんだい。はい。掴めてきたよ。掴めてきたの？掴めてきた。靴磨くんだい。多分ムッシュに聞いたらさ、めんどくさくてええよって言うだけと思う。もうええわ。お前らそれでええわ。あ、そうやったね。かえさんは秘密やったね。そうやけ、今日がこんなんでしたみたいな、わーみたいなことや。すごいよね。それはすごい。これさ、やばい。昨日さ、昨日の朝ね、私5時半に起きるよ、いつもね。でガソリン入れに行こうと思って朝。でパッて家出たらね、家の外に置いてあったアマゾン。ああ、そうそうそう、うちね、奥方にしとるよ。そうやって、このまま設定しとったわ。あ、そっか、まゆこさん買った。いや、でもちょうどよかったよ。仕事でさ、家におらんかったけどさ。よかったよかった。ああ、そうよね。置き方がいい。置き方がね、最近ハマってる。へえ、かえさん面白いね。なぜ？なんかさ、バリ怪しい人やん。そりゃそうでしょ。え、この中でさ、コンビニに行けるとしたら誰？舞ちゃんかな。舞子さんやね。いや、舞美さんも行けるよ。うん、そういう人はおるっちゃおるもんね。こういう人？うん。そっか。いや、逆にかよさんを降りれると思うけどね。で、後ろから、追いかけるよ。そうだよね。いかにも撮影してますよっていう雰囲気醸し出してくださるのであれば。いやいや、喋りかけんで、こっちには。あれ見たい見たい。いいね一緒する。いや、いいよ。そばかす映しとんかね。そばかす、そばかす、どうかな。いや、昨日リューチェルのそばかすメイクの動画とか見たと。見た。でちょっと行動すぎて、なんか、粗めのスポンジでこうポンポンみたいな。あ、これ無理だと思って、そうそう、大きいのにした。でもさすがに保育園の送りに行くときにこれをしたまま行けんなと思ったのを3つぐらい書いた後に気づいて、3つ書いた状態で行ったんよね。シミ。やっぱね、先生見とったよ。二度見した。シミ。そこには触れられなかった。いや、触れられなかった。なるほどなるほど。カンパン。カンパンかと思って。お疲れかしら。私、レフ版忘れてきたわ。あはは、レフ版。チョコレートでございます。うぅー。チョコレートで。やったー。ロックスターも昔実際した。じゃーん。かば焼きたー。かば焼き？かば焼きさん、大好きなんよ、これ。居酒屋？1回で3、4枚食べる。そうや、それね、前にも持ってきたわ。え、だけど、ずっと好きなんよ。マジやばい。10個入り。マジやばい。あとはね、じゃーん。ほら、甲羅、あ、昔さ、駄菓子屋さんでさ、私、タバコ吸うけんとか言って。あー、シガレットタイプね。そう、これ。タバコ吸って。吸って。あ、ちょうどいいやん。ちょうどいいやん。それは考えてなかった。マジでいいや。嘘や。本当に。そんなに言った。分かんない。こ？納豆。こうじゃない。ウィーになった。手が自然と。え？分かる。ギブ。おいらもタバコ吸いたいんだい。あ、いる？少年はダメ。
吸い上がれ。今度ちょっとタバコを吸うシーンがあるからちょっと練習になっていいかもしれないわね。女優っぽい。 あなた何やってるの。マジロックやめて。そういうロックいらない。車の奥底に落ちてった。ごめん、なんか帽子が落ちてる。もうそろそろ、もしかしてもうそろそろ着く？着く着く。もうあと 50m ぐらいです。母さんキャラ忘れとる。うん、取り戻そうぜキャラを。うん、醸し出そうぜキャラを。やるんだい。違う違う違う。取られたし。まあ実際到着。イエーイ、着きましたよ。着いたよ。おいら運転頑張ったんだい。かばやきさん5枚食べたぜ。食べたぜ。ご苦労様。うーじゃあよし、白井さんのところにレッツゴー。私一番後ろから行くけ。いや後ろ姿も素敵よ、女優は。いいね、素敵。日傘を忘れてきましたわ。日傘がかりがいるんですよね、本当はね。今日の付き人だと使えないわね。本当ですよ。行く行こう。白石ストリングス到着。いつぶりですかね。いつぶりだろう。去年の秋やったのね。そうだ。こんにちは。はーい、おはようございます。今日は女優を連れてきました。こんにちは。ごきげんよう。マジ変なやつら来ました。おらんくなった。おらんくなった。おらんくの引いてらっしゃる。